こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。脱水に注意のお話です。元気のない高齢者は脱水症状を疑うというほど、高齢者は脱水症状になりやすいと言えます。高齢者では筋肉の減少によって細胞内液量が少なく、体内の水分量が減少します。また老化による腎機能の低下で尿を濃縮する機能が落ちているので、尿の量自体は増えます。さらにホルモンの変化などでも、体内に水分を保持しにくくなっているなど、様々な原因で脱水になりやすいのです。しかも口渇感覚も鈍くなっているので、体に水分が足りなくなっても、喉の渇きとして感じることができにくくなっています。夜間のトイレを用心するあまり、自ら水分を取るのを控えてしまう場合も多いようです。また、高齢者は持病の薬を飲むことが多いものですが、高圧剤、利尿剤、糖尿病や腎臓病の薬などで水分を余計に排泄させることになり、ますます脱水症状をひどくさせがちです。まして発熱や下痢症状があれば、あっという間に脱水症状になってしまいます。高齢者の脱水は水分不足のため血液が濃くなり、循環障害を起こし、ひどくなると筋肉痙攣やショック症状で意識障害も起こります。腎機能が低下して尿が作れなくなる急性腎不全、昏睡や心不全などで命を起こすこともあるのです。7、8月に東京都老人センターに救急車で運ばれる高齢者のほとんどは脱水があるといいますから、夏場は特に要注意です。元気がない、食欲がない、目がくぼむ、皮膚に張りがないなどの症状に気をつけましょう。また、脇の下は普通湿っていますが、脱水があると乾いた状態になるのも一つの目安になります。一度にたくさんの水分を取るのではなく、口の渇きも感じなくても少しずつ頻回に水分を取ることをしなければなりません。では本日の話はこれで終わります。